ノイラートの著書によるアイソタイプの位置、例左側通行から右側通行への変更をアイソタイプで図示している。グラフィックデザインと社会学の分野においてアイソタイプとはオーストリア出身の教育者、哲学者、オットーノイラートとイラストレーターのゲルト・アルンツによってデザインされた単純かつ非言語的な仕方で情報を伝達するための一連の視覚記号を指す。 ノイラーとの構想ではもともとアイソタイプは自動教育のために開発されたものだが、結果的にはそのような用途よりも現代公共空間における種子の標識やインフォグラフィック、EN、インフォメーショングラフィックスの作法に対して多大な影響を与えるものになった。デザインの面から見るとアイソタイプは1920年代の写実主義やアールデコの美学が理想視していた。 くっきりとした線描から多くを学んでいる。また、たった一枚の図に雄弁に語らせるという意味では、パンや砂糖の在庫量や自動車工場の労働力確保量など、社会的波及力の強い量的な情報を伝達する仕方として各国で広まった。バックミンスターフラーのゲオスコープの構想とも若干の共通点があるかもしれない。ノイラーとは、 妻のマリー・ライデマイスターと共にアイソタイプ研究所を設立した。ありがとうございます。